男子の決勝、ね、申し訳ございません、はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。見事女子で今季2勝目ですね。川島純プロでした。すいません、ちょっとねもうちょっと話お話聞きたかったんですけどね。はい、もう申し訳ございません。永田修司は2分も待てないと、2分も待てなかったということなんですね。申し訳ございません。さあさあ注目の男子パークと看板ゲーム、千野真澄、山田裕貴、サンセット先取り。ワンフォースさん、サンセット中2セット先取りですね。ゼロワンクリケ、ゴーマルクリケ、ゴーマル、そして同じゲームをもう一度やります。そして1-1からもつれた場合ですね、3セット目はクリケット、クリケットチョイスということになります。トリプルに絡んでもらう。ここではエビ、さあ 5-4 きっちり決めてからの、今日はしっかり敗北を決めている千代真澄。さあ3本ですね、2-4。さあしっかりと、おっと珍しい、どうした、狙う、さすがですね、きっちり3ダブル決めてまいりました。さあこの2人看板対決ですけどね、今まで幾多の激戦を披露してきましたけどね、今日はどんなドラマを見せてくれるのか。10th anniversary. カット行く。ここでカットだ。さあここも5マークですね、オーバー。相変わらずキレッキレですね。決勝に入ってギアをちょっと上げてきた感じがありますね、千野選手。
あービッグラン。山田選手でも枠外すようなダーツしてないんで、まああとどこでトリプルが合い出すかですよね。まあそれを上回るこの超絶な千野選手の精度ですね。ゲームですね。さあ千野選手ブル3本。外す感じないですね。さあなんとブレイクして、1セット目千野選手が取りました。すごいですね。さあそして、これ山田選手先行最高のゴマリッチスタートですね。さあ出だし大事ですねこれは。140。本当に千野選手は2年前のですね、無双の千野だったダーツがだいぶ戻ってきた感じしますね。腕の振りがちょっと軽くなりましたね。柔らかく、これ2年前の腕のこう使い方ですよね。さあ上がり目まで持ってきて山田選手。同数で並んできた。さあ1投目ですね。大事な局面です。横だ。さあこれは千野選手どこまでトライできるか。5打からいった。そして一泊奥。あーワンビット。ちょっと千野選手のダーツっぷりがちょっと半端なくなってきましたね。ブレイクで決まりました。さあこれで厳しくなりましたね山田選手。さあ千野選手が何か掴んだんですよね。やはりWe'll be right back.
さあ5マークに対して5マーク、さあここで7だ。なんでこないですね。これで厳しい展開ですね。そしてビッグラン馬突き来ました。ここで知野真澄が持ってきました。やっとセブンマークですね。絡んできましたね。絡まずですね。さあ知野選手勝利のブルさんも決まりました。知野真澄優勝です。絶好調知野真澄、山田優輝を下して優勝です。選手乗ってきてますね。まあ後でね話聞いてみますんでね、皆さんキーワードも含め、はい、分かんないですよ。そしてちょっとですね、浅田選手が以前のキレがちょっとないので、まあこれもダーツなんですよね。勝てば自信になり勢いがつき、負ければ不安がよぎり、腕の振りが弱くなったり、いつものダーツはできなくなるですね。そうなんですよ、ダーツって本当にね面白いですよ。はい、はい、OK です。お疲れ様でした。まあまあ迷いはね誰しもあることなのですけどね、逆に迷うこと以上に勢いがつくことの方が大きいんですよ。ダーツっていうのは迷うことはですね、ごまかしたりとかちょっと気分が変わって良くなったりするんですけどね、勢いつけるのはね自分が勝つしかないんでね、もう自分が勝ち癖さえつけばね、もう俺は負けないって気持ちになるのでね。知野君だって前回の京都大会1年半ぶりの優勝ですよ、ね、それからもう自信に満ち溢れたこの京都大会、横浜大会のダーツですよ、うん、もうこれはねもう本当にねダーツの醍醐味ですよね。さあどうなることやら、何度もやっぱ見てきてますんでね、僕はもう本当にこう勢いに乗った時の強さっていうのは知野選手に限らずですね、はい、そういう状態に今知野選手ありますんでね、はい、面白いですね。はい、でなんか寂しいの、なんかこうね、ああ来ました、おめでとう、来ました、知野真澄。ありがとうございます。2戦続けて、ちょっと黙って、うるさい永田俊一お前うるさい、ほんと2戦続けての優勝ですね、はい、
っとどうでした今日。終始まああのまあ課題の残る部分もあったんですが、ただ決勝戦の時に動じずに行けたので自信満々だったですね。はい。ねえ、なんか出てきましたね。そうですね。一昨年のねえ感じ、一昨年の感じにすごい似てますよね。そうですね。腕の使い方もちょっと似てる感じがする。自信が戻ってきてるんだと思う。やっぱ京都大会の1年半ぶりの優勝っていうのはでかかった。やっぱり気持ち的にも盛り上がったというか、そうだね、これから追いかけなくちゃいけないので。そうだね、はい、本当に。まあこれから追っかけるということは、もうこれから追っかける気持ちに慣れてるってことは、最終戦までにはなんとか。そうですね。ダブルスコアから最終戦までなんとかしたいと。そうですね、戦えるまでの数字まで追いつければと。もしこれあったらですね、もうあれですね、3年ぐらいまで巨人軍ですね。巨人のね、あの大逆転優勝みたいな。今巨人もだいぶ追っかけてますけどね、はい、今年は王鵬が強い年になりそうですね。あ、そうですね。まあ200点差ぐらいありますけどね、まだ。そうですね。さあ千野選手、今日はじゃあどの辺からもう乗ってきました？そうです、トーナメント始まった時にも大体スイッチは入ってたんですが、はい、まだ納得のいかないまま最後まで行ってたんですけど、まあ最終的に圧倒できる状態に持っていけたので。圧倒できてましたね。まずまずと 80% 以上のパワーを出せたんじゃないかな。これで 80% ですね。期待も出ますね。今日なんか厳しい試合っていうのはどうは厳しかったですか？いや実際そうですね、トーナメント中にここ負けたら多分ひっくり返されるっていうのは何度もあったので。そうですね、弱い部分が出る前になんとか戦いを終えられた場面も何度もあったので。要するに、あ、これ以上相手が粘るとちょっと厳しいな、逆を言えばね、はい、厳しいなって状況何回かあった、はい、でもそれをその前に相手が崩れてくれたり、自分がギアが入ったり。そうですね、はい。いや本当腕の振りなんかちょうどなんかちょっと軽めの2年ぐらい前のね、はい、無双してた頃の千野くんの感じに似てきたという感じが。だいぶ修正できてきてると思うので、ね、ちょっと立つバランスもちょっと変わった感じがしますよね。だいぶ楽になってきてると思います、ね。さあということでですね、今日はですね、Lスタイルさんからビッグなビッグなプレゼントがいただいてます。新たなフライトですね、シャンパンフライト、はい、5色セット、はい、そしてプレミアムリポイント3色セット、これをですね5名の方8セットもボンともらえるというね、大事ですね。これはもうね、素晴らしいプレゼントです。5名の方ですよね。8アイテム5名の方ですね。8アイテム5名の方、ビッグなビッグなエルスタイルさんからのプレゼントですね。ということで、キーワードですけどね、はい、なんかありますか？もうここはぜひシャンパンフライトで。シャンパンフライト、キーワードはシャンパンフライトってことですね。はい、千野真澄のキーワードはシャンパンフライトということで、皆さん、5名様プレゼント、男女それぞれ優勝インタビューにおいてプレゼントキーワードを発信しますと。懸命に12戦プレゼント、本文にキーワード、ニックネーム、番組の感想を書いて、下記のメールアドレスまでご応募ください。千野真澄が2連覇を遂げて、これから浅田誠吾追撃体制に入るという千野真澄、おめでとうございました。最後に皆さん、いつものビッグなビッグな書き込み、ロケット何でもござれ、パチパチでもいいのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。2戦連続優勝、千野真澄、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。来た、カツサンド、何カツサンド、来たロケット、来たよロケット、なんとなくわかりました。なんとなくわかるカツサンドですね。はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。時間が押してて巻き巻きで申し訳ございません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。失礼します。はい、ありがとうございます。おめでとう。
決勝戦を行いたいと思います。すいません、巻きでね、今日は申し訳ございません。次回のパーフェクトはですね、8月28日朝10時頃より第13世広島大会お送りしますので、ぜひ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 お楽しみにください。私も頑張りますので。さあ皆さん、2016年の第2次横浜大会優勝者の皆さんでした。
さあ記念撮影ですね。もう記念撮影はもうちょっと多すぎてですね、ちょっと大変なので任せました。さあ見事な優勝でしたね。すごかったです。血の真澄なんか来ましたね。これ掴みましたね。これ分かんないですよ、下手すれば来るかもしれませんよ、血の真澄ちゃんが。分かんないですよ、本当これは面白いことになりそうですね。いや本当にダーツって本当面白いので、やっぱりこうきっかけ一つで大崩れにもなるし、きっかけ一つでもう俺負けないって気分になれるし、これはねすごい面白いんですよね。はい、なので意外とですね5連勝とかあるかもしれないですね。まあ、知野選手実際5連勝ぐらいしましたからね、一昨年は。知野の時代が来そう、来るかもしれないですね。意外と蓋を開けてみれば最終戦までもつれたりとかですね、あるかもしれないですね、これはですね。